アローーラこんにちはパーカッーションの高です今回はコンガを少しだけ浮かせるスタンドコンガベースというのを作っていきたいと思いますこちらね LP からも商品出ておりますけれどもこれはなかなかねいいお値段なんですよはいこれ自分で作っちゃった方がね安いし簡単に作れますのでご興味がある方是非、えー、やってみてください作り方解説していきますはいもう過去にね何回かこれ作ったことがありますこんな感じでね結構長く使えます はい、材料は丸型のパイン集積材というですね木材とコルクでございますこれさえあればねもう簡単に作れるというところですあと今回ね色も塗っていきたいなと思いますので前回皮染めに使ったクラフト染料というのを使っていきます、まあ、この材料どこで手に入るんだよって話なんですけれどもホームセンターですねでお近くにホームセンターがないという場合はアマゾンでも検索していただければ出るんですけどもちょっと割高なのでご注意ください ははいいそれでは作っていきますまず木材を紙やすりでザーッとね、えー、やすっていきますまあこれ色を入れやすくするためなので、まあ、色を染めないという方はね別にやさらなくてもいいかなというところです、まあ、軽く水で濡らして、えー、拭き取りますそれから色染めですね、えー、前回も使ったクラフト染料コードバンという色を約3倍に希釈して塗って染めていきますはい、まあ、木は非常に色が入りやすい染まりやすいので じゃんじゃん塗っていってますね。はい。こんな感じです。なかなかいい風合いだと思います。はい。で、これを乾燥させまして、色止めとしてですね、レザーコート塗っていきます。まあ、レザーコートね、革用なんですけれども、一応材料の理論的には、木でもいけるかなと思いまして、薄く塗ってコーティングしました。まあ、ニスでもね、スプレーでも何でもいいかなと思いますね。色をつける場合は。はい。で、問題のコルクなんですけれども、まあ、これをね、 いい具合にいい感じにコンガが乗ってかつ少しだけ浮くようにしていくと、はい、厚さはちなみにこれね 4mm ぐらいです、はい、これを、まあ、いいバランスで配置していくと、はい、僕も、えー、試行錯誤しながらね、まあ、こんな感じがいいかなみたいなね、えー、感じで目星をつけて目星ついたら、まあ、接着剤をつけて貼っていくともうただこれだけですね <laughs>、はい、めちゃくちゃ簡単でしょはい ちなみにこのコルクも軽くさっきの染料で色を入れていますはいはいこれで乾燥させたら完成です超簡単でしょはいそしてなかなかいい感じの見た目になったかなと思います、はい、でこれを使ってコンガを叩いていきたいと思います、はいえー、どれぐらい音が変わるのかっていうのをコンガベースがある場合とない場合で比較して聞いていただきたいと思います はいいかかがでしたでししたょうか再生環境によってはねもしかしたらあんまり違い分からなかったかもしれないんですけれども、えー、耳で聞いている感じはですねもう明らかにコンガベースを使った方が音の長さがある長さを感じられるっていうのと、まあ、響きますよねあと定義が少し強調されるような形より音がね低く深みのある感じになったかなと思います、はいえー、逆に使わない場合ね、えー、普段使わない人の方が多いから こっちの方がね聞き慣れている聞きなじみがある感じかなと思いますけれども、まあ、コンガベースなしで、えー、絨毯だったんですけどもね絨毯の上で叩いた場合は結構タイトな感じ音がまあ短くねリズムがはっきり聞こえるような感じなので、まあ、これはやる音楽とかあとやる場所ですねライブする環境とかによって使い分けるといいかなとこんな感じでねコンガってこの底の面をどういう風に塞ぐか 床の材質が何かによって音が大きく変わりますので、えー、いろいろね試してみるといいかなと思います、まあ、ゴムを敷く方もいますしコンガベースみたいにねちょっとだけ浮かせるという方もいればス、まあ、想用のスタンドで、ね、がっつり開けるという方もいらっしゃいます、えー、それはやる音楽とかねシチュエーションに合わせて変えていくと、えー、より音楽に合ったコンガサウンドが得られるのではないかなと思いますはい こんな感じでこのチャンネルはパーカッション情報大変マニアックに発信しております。えー、普段はパーカッションレッスン情報なんかね、えー、発信しておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。また参考になったよという方はぜひ高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。高見でした。バイバイ。